おはようございます。阿部義俊です。今日はなんてことはないですけど、トラベラーズノートの連結バンドが届いたんで、昨日試しに買ってみた。この買ってみたの方取ってないんで、試しに買ってみたんですよ。これは本家のそのトラベラーズノートのそのノートじゃなくて、もうちょっと安いカクリエって言ったかな、なんかどこかの文具メーカーの手帳の比較で、ただトラベラーズノートとサイズが近いんで、ぴったり同じじゃなくて、縦は少し余って横はギリギリみたいな感じなんですけど、まあ一応使えるということで、試しにこの安い1500円ぐらいの手帳のカバーを買ってみました。で、中のリフィルは今、無地のやつが2冊届いて、あとあの月間の、スケジュール帳みたいなやつを注文していて、それが届くとこなんですけど、でこの連結バンドが届いたんで、あの中で手帳連結させるってやつを、まあ、ちょっとやろうと思います。あのやろうっていうか、まあ、これが2つ束ねて、ここの間をバンドで留めるだけのことなんですけど、なんていうか今までこういうものをやったことがなくて、今まではこういう6ケツの、手帳を使っていて、で、これが何が良かったかっていうと、あの自分は 今までなこういうあのほぼ日とかこう1冊で閉じられてるタイプの手帳も何度か試したことがあったんですけど、これがですね、自分はなんかその書き損じみたいなものが怖くて、なかなか書き出せないまま結局使わずに終わっちゃうみたいなことが毎年毎年あってですね、で、手帳向いてないなと思ったんですけど、この あのバインダー式というか、この、穴で閉じるやつは、適当に書いて失敗したらそのページ破って、後でまたここバチッと開いて次足せばいいじゃないですか。そうすると、そのおかげでだいぶあの書く、敷居が下がったんですよ。で、これはこれで良かったんですけど、でもそうするとこう一冊ちゃんと計画を立てて使い切ったみたいな達成感がなくて、要するにメモ帳じゃないですか。で、書くことに対してその大切な何かを書くっていう感覚もなくなっていっちゃって、結局こんなそれなりに重さのあるものを持ち歩く、習慣が続かなくて、置きっぱなしになってつかなくなっちゃう。結局やっぱつかなくなっちゃうんですよ。常に三日坊主というか。でもじゃあ使うのやめりゃいいじゃんと思うんだけど、でも定期的に手帳熱みたいなものは、何でしょうね、このアナログなんだけどガジェット感のある感じとか、何かいろんな機能のある、なんかこのカード入れみたいなものつけたけど使ってないんだな、とかですね、何のかの言って、時々何か手帳を使いこなせるようになりたいと思っては、投げ出してということを繰り返してきたわけですけど、なんかあの万年筆とか、その今あの画材シャーペンから始まって、まあ今ちょっと万年筆面白いなと思って、安い万年筆を何種類か買ってみたりしたんですけど、そんな中で、まあペン買ったら書く目的が欲しいというか、それでなんとなくこのなんか今自分で勝手にマインドマップの偏見みたいなもので、自分が今その目の前で起きている出来事なり、自分が今考えていることなりを、その真ん中に日付 と、時間と、場所と、でその辺から始めて、今自分のがどこにいて何をみたいなところから、ところでこんなことを考えてるんだけどみたいな、ツイッターで適当に何かをツイートしていくような感じの短い文章を漫画の吹き出しみたいな形でポツポツと書き進めていくと、自分の思考が適度に程よく言語化されていって、ちょこちょこっと何かイラストを描いたりとか、しながら、これは朝、子供とご飯食べながら、なんとなく、子供見ながら落書きしていたら、なんか僕が解凍した冷凍食品の唐揚げが普通の唐揚げで、黒い甘辛味のついた唐揚げが良かったんで、黒い唐揚げじゃないって言って、下の子がもうすねすねにすね出して、毎日なんか大変なんですけど、でもなんかその朝起きていつもすねるのはなんかあのトイレ行ってないからだよね、おトイレ行っといてって言って、あのすっきりして帰ってきたらご機嫌になっていたりして、子供難しいですねみたいなことを、適当に書きつつ、今のそのトラベラーズノートと六穴のノートとどっちがいいかなとか、あるいは、バレットジャーナルみたいなものも何度も噂に聞いて、 YouTube で動画で解説なんかを読んで、あなんかこう手軽に始められて良さそうって思いつつ、結局、始められずにいたりしたんですけど、今その話がぐるぐるしちゃった、この自分で思いついたマインドマップの変形みたいな、これをやってみたらなんかあの良さそうなので、これだったらあと書き始めたらそれなりの分量書けるんで、そしたらこの一冊型のもので、一冊使い切ったみたいなものをやりつつ、ちゃんと整理整頓して、なんか自分のログを残していけることができるんじゃないかと、まあ、そのデジタルでやればいいんじゃないかと思ったんだけど、何か自分の中では今何でしょうね、その AI の進化に伴ってアナログ回帰
のブームが自分の中で勝手に来ていて、アナログに程よく戻りつつデジタルのいいとこをなんか使っていこうみたいな気持ちになってるんで、今シャーペンから始まって万年筆に来て、なんかインクを買い始めちゃったりとかして、今手帳に来て、で紙にこだわり始めてっていう、もうなんかなんだろうな、その地雷原に飛び込んだみたいに、こう文具にこだわり始めたら次々とそのこの沼に足を引っ張られて、あの慌てて飛び出そうと思ったらその隣に新しい沼があるみたいな、もうその沼地雷原みたいになっていて恐ろしいですね。その本当にあの沼は本当カメラだけで十分ですよって感じなんですけど、で6ケツが今までそのメインだったんで、こういうゴムバンドでそのリフィル同士を固定するのって初めてなんですよ。本当にゴムバンドだな今。だからこの安くて軽くてちょっと自分が続けられるかどうかを試すためにお試しでちょっと買ってみたんだけど、結局これ気に入った段階でトラベラーズノートに移行する未来がもう見えていますね。こんな風に結束バンドをこれにつければいいっていうことなのかな。ただそうだな、なんかまた利点とそのデメリット言うと、このタイプのそのトラベラーズノートはここの開きがなかなか開き癖をつけられなくて、ここにクリップ止めないと開いた状態で固定できないみたいなんですよね。でそのここにクリップ置かなきゃ、なんで挟まなきゃいけないということは一手間だし、要はそのクリップ自体がそれなりの重さがなかったらそのクリップとして成立しないじゃないですか。とカバンの中をいかに軽くするかっていうのも自分の中で今非常に重要なテーマなので、重りを持ち歩くのかよっていう、まあ大した重さじゃないとしてもちょっとそういうところで抵抗感があったりはします。でバレットジャーナルのなんかやり方を今やっと何本か動画を見て理解してきたけど、月間のスケジュール帳みたいなものをなんか注文しちゃったけど、もしかするとそれは自分で書いてその自分のマンスリーロゴとかを作るのがその正しいやり方で、だからちょっと間違ったかもしれなくて、あとはその自分のそのまたこの雑談してしまうけど手帳が続かなかった理由としては、予定表の中に入れるほどその予定がなかったりして、そのスケジュールはいろいろ締め切りはあるんだけど、仕事の締め切りをびっちり書いていくのもなんか殺伐としちゃうし、そういうものってスマホの方に入れて期日が近づいてきたらビビってそのアラームで知らせてくれるみたいなものがないと自分見落とすと思うんで、そういうことも含めてちょっと予定表を手帳の一番ってスケジュール管理じゃないですか。だけどスケジュール管理がその手帳では自分ではあんまり向いてなくて、その辺も手帳が続かなかった原因なんですけど、ミーチョスさんという方の動画を見ていて、スケジュール帳をこれの未来のその予定を入れるんじゃなくて、やったことのログとして、これをやったこれをやったっていう記録を残すようなニュアンスで使っているみたいな話を、聞いて、なんか自分としてはだからそのログ取りマニアなんで、あそうか、予定表じゃなくてやったことログにすればいいのかみたいなことをちょっと思って、そういう使い方だったらそのなんか自分も手帳に何か記録を残していく意味があるかなとで思って、その辺もなんか手帳ちょっともう一回チャレンジしてみたいなと思った理由でした。なのでさっき言った吹き出しメモみたいな自分なりのちょっと考えをまとめるためのメモの取り方みたいなことが、自分でちょっと思いついたのと、そのログをうまく残していくみたいな、目的で使っていこうと思います。万年筆もなんかいろいろ試したくて、今そのカベコスポーツの万年筆の細字のやつをこれに関してはメインに使おうと思ってて、ただ今それの中に今ブルーのインク入れちゃって、黒にまあ入れ替えて使おうかなと。そうですね、あとまあ紙が今まで使ってた6ケツのやつよりも小さくなるんで、その辺をうまくどうするかな。見開きで使っていければいいなと思ったんだけど、見開きで使うには6ケツに慣れてるんで、今だこう開いてみるとなんか6ケツのやつの方がやりやすいんじゃないかなってつい思って戻ってしまいそうだけど、まあ両方併用してどっちがいいのかを考えてみます。とりあえず入れてみたらやはり本家のそのトラベラーズノートのカバーを買わないとダメかなってことがちょっと分かってきました。もうちょっと使ってみて感想などまた動画にしようと思います。ありがとうございました。